はい、2023年12月19日、今日時点での、いろいろな移籍情報が、あまり出てきてはないんですけども、ここまでであった、前回との差というところで、お話ししていきたいと思います。ポポビッチが監督決定かということで、セルビアの、地元紙、大手紙らしいですけれども、報じたみたいなので、まあ間違いないかなというところでございます。今現在ポポビッチはですね、セルビアのチームを率いておりますので、セルビアのクラブチームから、引き抜き、夏まで、任期があったそうですけれども、引き抜きという形で鹿島に来るということで、まあ、監督選考が、かなり難しかったのかなというふうに、勘ぐってしまいますね。なかなか、吉岡さんのつてだとなかなか難しい部分だったのかもしれないですけど、これがね、いい悪いっていうのが現時点では分かんないですね。実際に鹿島に入ってみて、そこで本当に、十分だったのかっていうのが、ようやくそこで分かると思いますんで、まあ、それまでは、結果が出るまではもう静観するしかないですね。まあ、ただ過去の結果、J リーグで出した結果っていうものを見る限りでは、早期に解任されてもおかしくないような結果しか残せないじゃないかなっていうのは危惧しておりますけども、まあ、その時の、まあ、他のチームのメンバーっていうのを見ると、今の鹿島の方がね、メンバー揃ってると思うんで、必ずしもうまくいかないという決めつけでは良くないかなというふうに思います。鹿島もメンバーは揃っていて、まずは調理する人がうまくできるかどうかっていうところがかかってくるかなっていう。まあ、ただ完璧にメンバーが揃っているかといえばそうでもないっていうところがネックではありますけども、その辺は吉岡さん次第では、かなりうまくいくんじゃないかと思いますし、逆に全くうまくいかないんじゃないかなというふうにも思います。まあ、なんで現状ではそのような判断しかできませんけれども、まあそんなような回答になるんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、荒木がレンタルで FC 東京へっていうのも、まあちょっと前ですけどね、お話出てましたね。まあ FC 東京に行く、まあ、しかもレンタルでっていうところで、まあね、前にもちょっとお話はしましたけども、鹿島の10番そんなに甘くないぞっていうところで、鹿島の10番を体現していくには今後もっと努力をしていかなければならないっていうところを思いますし、まあ、ただ、もうね、それなりにシーズンを重ねてきて、まあ、若いですけど私よりも、でも若くないですよね、プロサッカー選手で見たときに。残りね、10年12戦12、3年ってところまで来ちゃいましたよ、荒木は。なんでっていうことを考えると、もうそろそろがここで本腰入れてレギュラーを取れるチーム、もしくは鹿島なら鹿島で取らなければいけないような年代になってきてますんで、今シーズンはかなり気合を入れなければいけない、来シーズンですね、2024年シーズンかなり気合を入れなきゃいけないというところで、ひょっとしたらレンタルで FC 東京行くんじゃないかなっていう話が出てきております。まあこれはレンタルのいい悪いっていうのは、正直あんまり良くないかなっていうのはありますね。できることなら鹿島で、まあ、ポポビッチが決まった段階では、決まるってなった段階では荒木が確実に生きてくると思うんですよね、鹿島で。荒木が必要だっていう場面が出てくると思うんで、まあ、それを考えると今このタイミングで出ていってしまうのはちょっともったいないかなというふうに思いますけども、まあ、結局個人の判断なので、まあ、残ってくれると嬉しいです。ではさよなら。今後もこのような動画をたくさん上げさせていただきます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。以上、タローマルエンゼルランドスクリーンでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。